はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひろふとです。はい、今日はですね、YouTube 撮影用の機材についてお話をしたいと思います。はい、ということで今回っているカメラですね、普段はね割と私ハードオフで購入したもの、どこのお店で購入したって言わないんですけども、最近はね前回の動画も含めてですけども、どこのお店で購入したっていうことを、これから公表させていただこうかなと思っています。ということで今日ご紹介するカメラはニコンですね。ニコンの、部類としてはコンデジの部類に入るんですけれども、ニコンのクールピクス L820 というカメラのご紹介です。こちらはハードオフ松本平田店で、昨日購入しました。なぜこのカメラを購入したかという理由をこれからこのカメラのご紹介とともにね、お話をしていきたいと思います。はい、まず最初にこのカメラのご紹介をします。発売はこのニコンのクールピクスシリーズとして比較的新しくて2013年の2月の21日発売です。CMOS センサー 2.3 ですね。有効画素数が1605万画素。このカメラの最大の特徴はやっぱりね、広角 22.5mm から望遠が 675mm、これ35ミリ換算ですけれども F3 から 5.8 30倍ズームのカメラだということです。しかもね、一番私が、購入の決め手になったのは、動画撮影の機能です。手ぶれ補正 VR がついて、1920×1080、30fps ということでフルハイビジョンで撮影ができるというカメラですね。これがやっぱり購入の決め手になりました。重さはわずか 470mg ということで、液晶は3型92万画素ですね。このカメラを見たときに、実はね、このハードオフ松本平田店というのはジャンクのカメラは全て、バッテリーがないんですね。これはおそらくね、安全性のためだと思いますけれども、他のハードオフでは比較的バッテリーがついて販売されていますけれども、松本平田店はね、もうジャンク品は全て、バッテリーついていないです。なのでこのカメラを見た時にバッテリーついているとは書いてなかったんですね。で、値段はジャンクで4400円です。ちょうどこのカメラを見かけた時に、じゃあ一体このカメラっていくらぐらいするのかなということで、その場でググってみたら、カメラの北村さんの中古で1万3900円で販売されていました。なのでおそらく、正規のところで買うと1万円を超えるカメラなんだなということが分かりました。でもね、4400円でバッテリーついてなければ決して安いものではないですよね。ということでちょっと躊躇していたんですけれども、実はね、松本平田店この頃、これからね、松本平田店に立ち寄る機会はものすごく減るはずなんです。今まではね、松本に私週に一遍行っていたんですけども、おそらくこれからはね、月に1回行くかないか行かないかっていうくらいの頻度になってしまうので、せっかく行った、松本平田店なので何か、ね、美味しいものが欲しいなと思って探していた時に目についたのがこのカメラだったんですね。で、バッテリーついてないと大変だなと思ったんですけども、店員さんに行って見せていただいたらね、これ皆さんご存知の方もいらっしゃると思います。単三電池4本だったんですよ。なのでバッテリーついてなくても全く問題なくて、で、ジャンクの説明書きのところを見たら、撮影ができましたということが書いてありました。ということは、4400円であればね、これはやっぱり買いだなと思いまして、購入をしました。重さは470g です。普段はね、フィルムカメラとか、メインに使っているカメラがルミックスの S1 なので、 S1 1キロぐらいありますからね、レンズつけると約2キロあるんですよね。それに比べたらものすごくコンパクトで、しかも30倍ズームが使えて、フルハイビジョンで動画が撮れるということで、これはね、私YouTube のチャンネル「久
一人フォトチャンネルとライフプロデュースチャンネル、それともう一つね、旅チャンネルをやっているんですけれども、これからメインはもちろん一人フォトチャンネルですけども、旅チャンネルの方を伸ばしたいなと思っているんですね。でライフプロデュースチャンネルはもうガチ のビジネスチャンネルなので、これはやっていれば自然に伸びていくなと思って、今350人ぐらい登録させていただいてます。ひとりごとチャンネルが2880人でもうすぐ3000人近いのかなと思ってますけれども、旅チャンネルの方はね CM もしてないのでなかなか伸びないんですけども、これはこれからの老後の楽しみとしてね、旅チャンネルをどんどん伸ばしていきたいなと思っています。ということで、この旅チャンネルを撮るときに、実は今メインに使っているのは GoPro なんですね。で、GoPro のいいところは、何しろ綺麗に映ります。しかも広角で映る。旅のね、様子を撮るには、本当にね、GoPro ってのはいいなと思います。しかも防水ですよね。この GoPro は実は私の息子から借りてるものなんですけれども、本当によく映って、すごくいいなと思っています。で、その他に使っているのが、ルミックス S1 ですね。で、実はね、旅に出て、この GoPro とルミックス S1 で、2台で撮影をして、で、編集するときにね、これなかなか大変なんですよね。おそらく YouTube やってらっしゃる方はよくわかると思いますけれども、うまくね、時間ごとに、うまく合わせていけばいいんですけども、私パソコンの、YouTube のソフトは、ワンダーシェアのフィモーラ12を使っています。で、その時にね別個に別々に記録されてしまう別の形式ですよね。なのでそれをねうまく割り込ませる方法があるんだと思うんですけれども、なかなかうまくできなくて、もう画像をあっち行ったりこっち行ったりしながら一生懸命編集してるんですね。なので旅動画はね、できればね、自然のカメラでとずっと通して撮った方が、おそらく編集は楽なんじゃないかなっていうふうに最近感じています。ということで、例えば GoPro で撮るときには GoPro で撮って、で、このニコンのクリティクス L820 で撮るときには、これで撮れば、編集はすごく楽ですよね。しかもこの L820 については、出力写真も撮れますし、それから望遠が効くっていうところがすごくいいですよね。GoPro の方は望遠はなかなか難しいんですけれども、こちらの方は、望遠が効くで出力写真も綺麗な写真が撮れるということで、こちらとねこちら、例えばこちら、GoPro を妻が使って、クールピスを私が使って、で、それぞれね別の動画を2つアップしてもいいのかなっていうふうに考えたときに、この4000円のカメラね、これはありだなと思ったんですね。ということで、このカメラを購入しました。液晶もねなかなか、よくできていて、はい、92万画素の、3型なんですね。ということで、はい、こういうふうに綺麗に映りますので、撮影もしやすいですし、すごくこのカメラいいなと、本当に思いました。ライフプロデュースチャンネルで旅に出るとき、私の出張で出るときには、S1 を持っていくことが多いのでね、S1 で1本で、撮影をして、全部 YouTube で配信することになるかと思いますけれども、本当にね、選択肢が1つ、2つ、それからルミックスと3つに増えたような、そんな感じがします。フィルムカメラで撮った写真をですね、今どうしてるかというと、フィルムカメラで撮った写真を、CD に落とし込んで、そして、それをですね、一旦、なんていうのかな、スマホに送って、スマホで、編集をして、皆さんにご覧いただいていたというか、おそらく YouTube やられる方はね、いろんな方法で、編集されたいと思いますけれども、私はパソコンのソフトは、ワンダーシェアのフィメオーラ12、それから、
スマホの YouTube 作成ソフトはインショットというスマホアプリがあります。インショットというスマホアプリと、それから、サムネはね、フォントというサムネのアプリを使っています。だんだんね、編集時間とかアップ時間が早くなってきたので、まあ、これからもね、たくさん動画を配信していきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録をしていただいて、皆さんにこれからも末永くご覧いただければと思っています。はい、今日はね、YouTube 配信、まあ、動画配信のためのカメラ機材についてお話をさせていただきました。ハードオフダンク、ニコンクールピクス L820 を手に入れて、まあ、これもまたね、これから活躍していくと思います。はい、今だからのんびりフィルムカメラの石本でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。